マイティーチャーとは、かつて株式会社理工が製造し、理工教育機器株式会社が販売していた、音声式の家庭用学習材。販売会社には、学研、マイティーチャー販売株式会社等がある。機械本体に搭載されるスピーカーやヘッドホンで、音声を聴取し、マイクも使用可能であり、機種によっては、テレビと接続して、映像も出力した。 学習問題用シート対応の機種には、回答専用の1から5のキーボタンがあり、選択する回答により次の音声が異なる。裏面に茶色の磁性体が塗布された A4 番サイズの磁気シートを本体にセットする。本体には、レコードプレイヤーに類似したターンテーブルがあり、再生ボタンを謳歌すると、ターンテーブルが時計回りに回転し、磁気シート裏面に接触しながら内周方向へ。 直線的に駆動するターンテーブル内に埋設される磁気ヘッドがデータを読み取り再生する。再生終了後は磁気ヘッドを手動で外周方向へ戻さなければならなかった。幼児用から小中学生用等。分野は国語、算数、英語等。1959年に理研工学工業は磁気シートを用いた録音再生機シンクルファクスを発売。 先行するキャノンのシンクロリーダーに比べて、記録時間も音質も劣りながらも、価格の安さでシンクロリーダー以上の成功を収めた。一方で一般への普及には至らなかったが、この危機器を見た多摩川学園中等部のある教師が、バラス・スキナーが考案した、プログラム学習を実践するティーチングマシンに使えないかと提案。このシンクロファクスをティーチングマシンとして1962年頃に、 東京都内の高校で使用し始めた。1967年に一般向けにも販売することとなり、この時にマイティーチャーの名称が付けられた。ありがとうございます。